Hello, こんにちは。KT vs Gen G ファーストゲーム。ピックバンが始まってて、アッシュファーストからのコーキーゼリー。セジュアにヨネイ。Gen G はレオーナ。レオーナ大人気だね。ノーチ空いてんだけど、レオーナの方が強いっていうことになってんのかな。夏のシーズン、今のところまだ1勝もできてない KT。 しかし春、唯一ジェンジを倒したのもこの KT。 あの時はセナノーチがまだ発見されてなくて、 KT がそれ2回使って勝ったって感じではあるけど、 KT のトップの人が風邪かなんかで1週間ぐらい休んでたのかな。それまでトップ変えたりとか、まあ、トップがそんな問題ではなかったんだけど、 KT ちょっとボトムがね、デフトベリルが、特にベリルがやらかしたりとか、連戦でやられたりとか、そのミスが多いような感じはしますよね。ジェンジーはコーキーゼリーのレートゲーム最強構成、 KT はキャッチできる構成。ザイラキャニオンさ、春からブランドジャングルだったりカーサスだったり、よくわかんねえジャングルやるけど、ザイラちゃんジャングルまでやんの。オーマイガー、キャニオン最近ニダリーやってたけど、ニダリーバンされて、ザイラジャングル、植物がバフされて、クリア速度はめちゃくちゃ速いらしいけどね。これ去年の調整だよ、ザイラ。今年序盤か。で KT をここでジャックスタップ、そしてセラフィンサポート、アッシュセラフィン、アッシュがスローを与えてセラフィンの E でスネアが入ると。もともとスローかかってたらセラフィンパッシブなしでもスネアかけられます。でもレオナに対してセラフィン行くんだ。セラフィン、レオナ相手捕まったらやべえと思うけど、まあ、ゼリーだから問題ねって感じなのかな。序盤連戦でそんな強くないし。でジェンジーはトップカサンテ、相手セジュアニープラスジャックスで耐える必要があります。ジェンジーのエンゲージがレオナ一人だから、昨日の DK みたいな構成だね。あの時はジャングル2ダリではあったんだけど、ケリンとレヘンズのエンゲージの違いを見せてもらおうかな。おう、こんにちは。 KT vs ジェンジー。ジェンジー今のところ無敗、 KT は今のところ全敗。しかし春唯一ジェンジーを倒したのは KT、 そして KT は誰も期待してない時勝っちゃうからね。期待されてると勝てないっていうジンクスが10年は続いてます。いつもそう。構成を見ると KT はセジュアニと相性のいいメレーのジャックスとヨネがソロレーンに、でボトムではアッシュセラフィン、これもまたセラフィンとの相性のあるアッシュで、連戦もハラスがとても強いですね。レンの主導権握りやすそう。ボトムは KT 有利そうで、ミッドは後期が割と序盤強くなったって聞いたんだよね。ミッドお互いにレートゲーム向けって感じかな。でザイラジャングルですよ、見どころは。これパッシブがザイラがいるところに勝手に発動するので、レッドバフの近くにいて植物めっちゃ出して、スマイトを温存して綺麗に食うね。この植物がねタンクしてくれるから、明治のザイラもダメージを食らわず、そしてクリアが早い。植物置いていけるんで、これ見て、勝手に植物が殴ってくれるから早い。プロで俺ザイラジャングル初めて見るな。ソロ級とかなんかカスタムとかでレインさんがやってたのは見たけど、ザイラはね、俺がミッドで一番最初に使ったキャラっすね。シーズン3の終わりの時に初めて、サポートでやってミッドでもいけるって聞いたからミッドザイラやって。ザイラは昔な、死んだ時になんか種をピュッて出して確定ダメージ250ぐらい入れてたの。
おもろかったけど、みんな忘れてんだよね。いやダメージ食らわずクリア速度が段違いすぎる。セジュアネが4キャンプの時にこいつ5キャンプ食ってる。カーサス以上に速いかも。バカみてえに速えや。ザイラってキャラがどんな感じなのかっていうと、ギャンクはあまり強くないけどタイミングがいい。キャニオンならいけるのか。そしてレオナがフラッシュして足のフラッシュを使わせていく。いやセジュアニよりもクリア速度が圧倒的に速いからガンガン動くね。カニ出るまで暇なんだよね。ボトムレーン少しでも助けてあげて、セジュアニやっと今フルクリア終わりました。30秒ぐらいザイラが速いで、ボトムを助けたからセジュアニはボトムのカニファイトできないね。味方がボトム来れないので、なので即リコールしてトップのカニに行く。 KT のジャングラーピョーシック、バイとかリーシンで調子いいんだけど、またノースアメリカから帰ってきても KT で定期的に2億の豚時にセジュアニを使わされる。でここでアッシュが捕まる。ジェンジー強すぎる。なんやこいつら、キャニオンえぐいって。ザイラジャングルで敵のジャングラーよりも30秒早く回ってボトムギャンク決めるやん。ベタ足キャラでギャンク強くないのに。やっぱクリア速度速いイコールギャンク回れるっていうことだよね。ザイラのことを考慮しないで前出過ぎていたデフト、ウェーブ状況的に死ぬことはなかったんだけど、でザイラリコールしてトップ行ってまたフルクリアしてボトム来ますよ。ボトムゲーしますよ。カサンテトップに置いて完全に放置してボトムゲーしてくるはずだ。セジュアニは一旦トップのカニ食ってからまたクリアしに回る。お互いボトムに向かいます。ボットゲーだねお互い。レオナは味方のジャングラー来てくれなかったら削られて終わるだけなんで、ザイラが来ること大前提。 KT は2対2だと有利取れるんだけど敵のジャングラー来たらまたさっきみたいにやられちゃうから、セジュアニもボトムに来てくれないと困るって感じやね。この世でなんでこんな黒いの、何これ。かっけえな。그렇죠그리고초비선수의선택도재밌죠뭐성공코르키를또가져오면서그밸류의힘을좀더한껏끌어올린느낌이있고요초비마타코키가에리워크사르테모코키めっちゃ使うやん。 T1 戦の時もそうだったし。確か영향력이좀굉장히큽니다結局ジェンジーのレシピはミッドレートゲームキャリーを置いてチョビがレートゲームキャリーしてカッツで、このチーム今ボトムもめちゃくちゃ調子いいから、ペイズレヘンズも別にチョビがキャリーしなくても勝つんよな。でも保険があるから結局チョビがキャリーすると。でキーンは重ねて使って大事な試合の時に余計キャリーするような。でボトムのドラゴンではなくグラブを優先しますね。いやグラブ食ってからドラゴン行こうっていう欲張りだな、ジェンジ。正直ドラゴン取ろうと思ったらドラゴン取れるんだけど相手が交換しちゃうから、グラブちょびっとだけ食ってドラゴン止めに行く。そしてキーンはグラブ食ってる。ちょっと待って、ジェンジー強すぎるって、いかれてる。やばいこいつら。 T1 もボコボコだったし、 T1 マジで何もできずに負けたし、やばいぞこれ。グランドスラムチームだぞガチの。ザイラもうレベル6だしね。애쉬세라핀은결국초반에많이괴롭혀놔야그차후도바라볼수있는건데이미제리레오나의야아슈세라핀どっちもダブルレンジだから CA 差をつけてタワープレート差をつけて有利取っていきたいんだけど、ザイラによってねそのタイミングが生まれないよね。マジかこいつら。6先行したからここでタワスネ行く前を狙う。
セラフィンすぐさまフラッシュしたのでなんとか行きましたね。あれ夏のジェンジ強すぎるんだけど、春よりも強えぞ。春17勝1敗だっけ。唯一 KT に負けてこいつら負けんのか。천천히가봅니다적정극침입시간보신바와같이이정도가있었는데キーンワード置いてる、警戒してる。セジュアニがトップにいるっていう情報があるとザイラス好き勝手できるぞボトムレーンで。그상황에서3대3의상대방이좀불안해할것이다놀이권탑밖에없을것이다의식은좀여기있대요기인을잡아라깔끔하게잡아야돼요잡을거면은아되게이야기마라나이가산테오토테르카라네오이테르카라톱프1가면가나くてもいいと俺セラフィンノーフラッシュよ。セジュアに今トップ側にいるって情報あるからこのウェーブでダイブしに行くぞ。レオナ縦に KT これ下がらないといけない。でセジュアニがボトムに戻ったらキーンがソロキルを狙う。うわなんだこのチーム、行かれてやがる。いやー今度はここにやがる。おお BDD フラッシュが今帰ってきたのか。どこで使ってたかちょっと見てないかったけど、ヨネテレポートなし。生き延びたけどもロスがでけえ。後期でファーム有利もちろん取ります。長尾ボトムレーン、フェイズ強えな。今、レオナが強いらしくて、いじられてはないんだけどね。レヘンズがこのレオナ得意だから、エンゲージキャラだから。これは。エンゲージサポートがメタの時やっぱレヘンズいいな。あとペイズもね、エズリアルでファッキン無双者だし、数年ぶりに見たわ、あんな強いエズリアル。ゼリーもできるし、チャンピオンプール広いんだよな。デビューした時はなんかアフェリオスルールでアフェリオスが得意なのかなって感じだったけど、なんか何でも使えるっていうね。ルシアンが強かったから、そのルシアンのカウンターとしてアフェリオスを出してたんだけど。그사태가전멸이없긴한데이세명의챔피언을잡기좀어렵고요ジェンジーの構成はキャッチが基本このレオナ一択なので、ザイラはエンゲージキャラというよりかはディスエンゲージ、敵が突っ込んできたのをいなす系のキャラだから。ジェンジーめっちゃ勝ってはいるけど、敵をどううまく捕まえるかレオナで決めていくか楽しみですね。これは DK にできなかったこと。あれ11分なんだけど、あれ？パワーが壊れたんだが。그리고뭐3명타이밍그때이미젠지가완성체의모습을갖추겠는데요파레토의다메이지아계속때려서결국이정도로마무리를짓는데성공을했습니다자이라가크리아소스키아노난다크리아속도가めちゃくちゃ速いから その間にもうボトムに来てハラスしてタワ一緒に殴って、実質3対2のボトムレーン、2対3のボトムレーンだから KT 何もできないね。ファーム食う時間が最小限でいいから、アッシュセラフィーンのレーンに介入してこいつらがタワー殴れないようにハラスできないようにしてるね。
旦ザイラはトップ側クリアする時間帯なので、ここでドラゴンをギブる。ザイラクルグ食ってからコウキがウェブプッシュしてるので、それに合わせてトップに向かう。でミッドプッシュもゼリーがプッシュプラスレオナもトップに向かう。綺麗にダイブしに行くぞ。スタティックシブはもう購入してるからゼリーミッドプッシュが早いです。これさすがにミニオンが少なすぎるので、いやーアッシュもねここで帰ってくるところを狙うんだけど、デフト当たらないで逆にレヘンズがウルトで入っていこうとするが、真ん中で当たらないとスタンになりません。スローは入ります。レオナフラッシュインするが、レヘンズエンゲージミスった。ザイラ初手アイテム仮面、トーチではないんだね。まあキャラが柔らけいから HP 欲しかったのかな。그러니까이게원래는 KT 가막요네잭스세이주이렇게있으면사이드에서라도유리함을이어가야되는데지금당장상황이그렇지 KT 의구성としては요네가突っ込んでセラフィンのウルト貰ってって感じでね、綺麗に決まれば強いんだろうけど、リスクが있어요덤벼들기에는。ヨネのスキル回転しやすそうだね。コウキもゼリーも機動力あってレートゲームキャリーの ADC で、ジャックスが仕事するの大変そう。ザイラのピールもあるし、チョービー反応した。でここでヨネとセジアニのウルト使ったんで、ヘラルドはジェンジーが取りますね。전면은뺐지만궁이빠진거고이미크산테가여유있게붙어있는상태라말씀하신것처럼전령은막을수가없을것같고요맞습니다그래서다시한번말씀드리지만 KT 로스터가이조합을가져왔을때바텀쪽에서역할을되게중요하게생각할수있는거는우리가젠지레나가마지全員最強だから캐니언가何やってもいいんだよ。반대방향에서이득을볼수있다그러면자연스럽게우리가운영의주도권이생길것이다라고생각했겠지만은지금그런모습이아니에요바텀에서는어쨌든손을불고다보면서상대정글의턴도뺄수있는상황이아니다보니까오히려젠지가상대방의빈틈을찾고있는상황이되고있는거거든요자이라마테 HP 아이템을갖대로크리세프가청과로연결되고있는것같습니다왜냐하면지금스노블링이되고있으니까그렇죠골드가계속채가나고있습니다그렇죠어느새진짜여유롭게4000까지도벌렸고요그러니까요그러니까이제 KT 입장에서는어쩔수없어요아까전에빼든코르키의전멸이거무조건수고해야됩니다그러니까사이드에서요네세주특징살려서요한번은잡아야돼요まあコウキがさっきフラッシュ使ったから、コウキのフラッシュが帰ってくる前に一回キャッチしたいよね。ヨネにお金入れたいよね。이런말씀을드릴수밖에없는이유가득점할만한포인트를찾기가지금게임에서 KT 로스터가ヨネ쪽라인밖에없어요예ジェクスさんって뭔가기대ゴールド差が15分で4000ゴールド以上の差。ミッドタワーもそろそろ取れそうだ。なんならヘラルド召喚して絶対取る。でここでミッド取って5人で集まってミッドタワーを狙いに行く。던져보면서상대방의스펠도유도할수있고요그래서싸움이라도한번걸어보나요集団戦を見る。セラフィンのウルトはきれいに入ってジャックスがマルチスタンを当てる。ヨネのアルティメットもきれいに入った。ウォンボーコンボー、これは KT のスキルが3人に全部当たったぞ。チョービーのフラッシュ、さっきのフラッシュ使わせてたのがでかい。KT 4000ゴールの不利なんだけど、ワンバウカンバウ、ベリルのセラフィンのアルティメットからジャックスのスタンからヨネのウルト、全部3人以上で入った。チェンジマン보면강해지는 KT 의피가또여기서도나왔습니다。いやーセラフィン、ベリルの R フラッシュ、ジャックスのスタン、ヨネのアルティメットがザイラのウルト食らいながら飛ぶ。いやーザイラのアルティメットね、発生も遅いしヨネが簡単にウルトで先行入力できちゃうから、メレー相手、まあ、結構強いんだけどさ、広範囲で剥がせるから敵を。ヨネ相手は
ザイラのウルト良くないね。もう KT 한방이있다는걸보여줬어요だけどいいキルだったけど結局タワー1本も取れてない、ドラゴンも取れない、レートゲームも勝てない構成。ワンチャンスは取ったけどあと同じことを2回3回、バロンまでつなげないとね。今のでアッシュのキル、ヨネのキル、ジャックスのキル、キャリーがキル拾いました。キン行く。어쨌든 KT 로서는이런부분에서세주안에뭐요네잭스까지있는거니까사이드는반드시라인을먼저밀고리드하는모습이나와줘야돼요그게아니면지금제리랑레오나가발이너무많이풀려가지고모든라인에서압박을당하는구도가만들어질수있는거거든요약점을좀극복할필요가있는겁니다자기인을제외한나머지모두에게1대스씩을집어넣었던좋은장면그이후도지금필요한 KT 의상황이됐습니다그렇죠여전히젠지가말씀해주신대로유리하기때문에사실천천히운영을한다고하면불리함은딱히그렇게많아보이진않아요특히나이제전파그러니까방금전한창에서사고는결국적진에서벌어진거잖아요그랬죠젠지의조합의강점은골드와마다3000골드사가상대를끌어들이면서오브젝트에서빨려온상대를잡아먹는그림네야제리뭐팜을시끄리끌때리시니코아테리요할겁니다젠지コウキのフラッシュがギリ上がってないところを狙うか。전멸을체크했을때코르키가이제차기직전이다생각해서한번과감하게노려봤던모습이었죠코키도네플래시가帰ってくる前狙ったんだけど帰ってきてたし이런내는모습이었습니다그리고이포탑결국탑쪽1차도날렸습니다やっぱ機動力あるって大事だね젠지도그렇게생각을하고있는것같네요상대방을눈에쪽라인에서뭔가를만들고싶을것이다그러니까제리가스태틱도나와서제리가보텀을向かうぞ壁越えられるし機動力が高いジャックスノーフラッシュ。セキナッタ、セキネよ。スライディング타고올거거든요。내려갑니다。바로왔어요。쫓아가는네。だけどさすがに奥すぎるか。手前で殴れたらいけたけど。바론을맞이하고있는 KT。젠지는사이드공략이당하지않는턴에서버텨주면서결국드래곤쪽에서의계속도전을유도하겠죠그렇죠그리고이제초반에말씀을드렸지만자이라가이정도성장하면요바론진짜순식간에녹이거든요 no, no. KT 로스터도바론쪽시야를정말열심히먹어야돼요언제칠지모릅니다이미그근처에서왔다갔다하는것만으로도지금위압감이느껴질것같습니다지금캐년속과계속바론중지뒤쪽에서영역을확보하다빠져나왔습니다맞습니다상대방도정면한타를지금원하는게아니기때문에드래곤을먹어야되는젠지입장에서도바론쪽에좀시야가필요한거거든요네여차하면본인들도먹을수있는거고요 KT 뭐레이트도いい方だけどどうなるかな。コウキーゼリーのレートゲーム強いからな。さっきみたいにねウォンボーコンボが決まれば KT チャンスはあります。좁혀졌었던글로벌볼드가다시금좀벌어지고있습니다맞습니다침착하게운영을한다그러면이미라이너들포함해서성장자체가너무잘돼있어서요운영은편한상태고요그러니까 KT 로서는계속변수가필요한거예요뭐사이드에서의변수혹은아까같은그집중된한타에서의파괴력이런것들계속기대할거고아마 KT 캡치したいよね大きいとゼリー柔らかいから그렇죠젠지가돈을더벌어야지하는운영의그공격성을좀내려놓고어쨌든일결한번맞으면서좀더안정감있는운영을많이바라고있거든요그렇죠뭐제어워드도실제로지금보시면잔뜩사놨죠그래서실점하지않는식으로가고있기때문에5대5싸움을이제 KT 로스터입장에서는해야되는순간이온다면은이게결국에는카이팅이되는구조가나올수밖에없기때문에상당히불안할수밖에없어요애쉬의수정한살이뭔가빛을발휘하면서상대방을끊어내는데역할을하는게 KT 입장에선베스트일것같네요워낙좀매력적인 CC 들을많이갖고있는 KT 드라곤44秒했었을때결과물을또봤었고네4000골드사히라이드키다나마다슈던센갔다노니 KT 이미젠지의선수들은출발했고요양쪽다선택의여지에연지는있거든요그러니까공을내주면서발언을칠만한거KT도맞아바론가왔기마시다
어떤 선택을 하나요? 일단 대로변으로 나와 있습니다 KT도. 그래서 그 무엇보다 이 미드에서의 대치 힘싸움이 중요하거든요. 먼저 미는 쪽이 항상 시야 주도권을 먹어요. 근데 캐년 하나의 존재만으로도 좀 불편한 게 있을 텐데. 그렇죠. 포기는 포크. 게다가 이제는 슬슬 드러나는 거죠. 이때는. 미드 쪽에 요네 세 주가 나왔어. 팔 길이 이제 어떻게 할 거야? 젠지가 쏘면서 툭툭 건드립니다. 시가이가 나이 ところに 하이리즈라이조 KT 계속 발이 되거든요. 테레포터 쓰카우. 集団戦を見てる。アッシュの白書とで視界は取ります。ザイラのスキルがどうなる。ジェンジーの方がちょっと射程が長いからね。 KT エンゲージを仕掛ける必要がある。レヘンズ入ってったけどウルトは決まらず、ここでジェンジーは横に広がる。ザイラアルティメット、セラフィンは死んだ。ヨネが入る。しかしチョービーとゼリーが生き残ってる。キーンが死なない。オーマイガード。いやージャックスのエンゲージもコーキーとゼリーがフラッシュで対応する。ペイズがわーデフトサイドステップで避ける。わあ、去年のグマユシみたいな回転グ。どっちデフトよく避けたな。これがデフトか。今の久しぶりしびれたわ。えぐい集団戦。4000ゴールド有利のジェンジ。ここでセラフィーンがポジション狂ったからそこを狙うんだが、セラフィーンフラッシュで反応してるからウルトヌが刺さらない。ワンコンできなかった。でここから足のアルティメットが綺麗に刺さって、裏からジャックス、セラフィーンのウルトからのヨネのアルティメットも綺麗に入る。ザイラダウン。いやー、加算って生き延びて。でもジャックス強え。おっ、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 おヨネのアルティメット入る。綺麗に2人で入った。しかしバックラインが崩壊してる。いやー、ジャックスはいい角度が入っていけるから入ったんだけど、 KT は下がってたね。なんかジャックスの入りと合わせればいけそうだったんだけど、下がってたな4人が。でセラフィンを捕まえるよりもバロン取ろうっていう判断。タイミングが약간チャラに変わったら、생각이좀많이드는것같았습니다。タワーとタワーの間にベリルがいる。キノミクレヘンズ。まあどっちみち殺せないっていうことですね。KT 입장에서는기회가될수있는타이밍이있었습니다。여기서ここね。セラフィンのウルトがまだ溜まってなかったのかな。あったら絶対打ってるからね。セラフィンのウルト、まあ、あとちょっとだったね。セラフィンのアルティメットがジャックスと同時に打ててたら勝ってたな KT。 セラフィンまだウルトないよっていうことだから下がってたんだけど、ジャックスが一人で入っていっちゃった。あったらあそこで打ってたもんな、ジャックスと合わせて。惜しいね。いやでも KT 集団戦うまいぞ。02チームとは思えない KT。 한번내주더라도사이드에서재미보자판단내릴 KT 고요。맞습니다。이게타워수성에그렇게좋은조합의 KT 로스터가아니기때문에웬만하면은바꾸는게최선의판단이될수있거든요。ジェンジー3つ目のドラゴン獲得。バロンも持ってる。 KT はこれウェーブクリアがナイス。メレーが多いんでミニオン処理がしづらい。
좀 세게 맞받아치는 장면도 있었기 때문에 좀 더 신중하게 플레이 펼치면 젠지입니다. 그렇죠. 신중함이 묻어나오는 게 뭐 아이템 선택에 있어서도 네. 변수만 차단하면 된다. 뭐 수음도 올린 쿠비의 모습 보이고요. 네. 그렇죠. 그리고 이렇게 모여있을 때 우와 거기 있대. 계속 포킹만으로도 상대편을 세라핀의 회복과 레드버프의 힐이 있습니다. 사실 좀 난이도가 많이 높거든요. 네. 그러니까 싸먹어야 되는데 상대가 바론 버프 달고 그냥 안정적으로 자리 포지션 해버리니까 탑분 기인가 있고 이게 네 명이 아래쪽에 있는 걸 알면서도 지금 KT 루스터가 전진하지 못했습니다. 지금 지금 젠지의 스펠 자체가 CC를 한 번씩 다 버텨낼 수 있거든요. 예. 그렇죠. 그렇다고 뭐 레오나를 물자니 생각보다 우와 코키의 입밧도 있다이 나갔다 빠졌고 체력 관리가 좀 애매하거든요. 네. 젠지는 지금 체력이 그냥 그대로거든요. 네. 요네가 큐스택 쌓기도 어려운 상황이라서 뭔가 돌파구를 찾기가 지금 진짜 어렵죠? 계속 찔러주면서 또 한 번 버팁니다. 아직까지 대포 남아있어서 아, 체력 관리 어려워요. 아프다. 아, 달려들고 일단 제거하고 싶은데 다음 웨이브가 또 왔고요. 이게 싸움을 열자니 진짜 안 될 것 같아요. 지금 아, 와! 호! What the fuck? 빼데데? 애들 これ 勝てないの? この入りで勝てないの? マジか? 침착하겠네요. 그렇죠. 진짜 슈퍼 퍼킹 엔게이지 했다けど 초비가 나ぜか 신하네. 아니 안 됐던 거 같아요. 야. 자, 그 이외 여기 좀 업제이도 날아왔고요. 야, 絶対 勝ったと思ったんだけどな. 멋있는 모습이 나오는 것처럼 보였으나 이게 딜러들이 하나 집중해 가지고 한 번에 녹이는 게 아니면 한 턴 버티는 수 있는 내가 생존기가 있던 거 같아요. 메이디디 의뢰 또 매착착해요. 하여간 이제 유지력이 좀 나왔습니다. 다시 볼까요? ここ、セジュがアルティメットと合わせて入っていく。普通にあのザイラがウルトプラス植物で痛い。ザイラのウルトとかで守ってたね。あ、ケニョンに조성해놓은그신전근처에서는뭔가해서는 안 된다라는 교훈만 얻게 됐던 상황이 됐습니다. 그렇죠. 자, 올가미 동굴도 그렇고 치명적인 가시를 이용한 사키노 슈단센 자이라지 자라전에 잭스가 있나갔다. 매력적으로 많이 작용이 됐었던 요네가 잘 때렸던 젤이 가르크 다세드는 신난다けど나 기가 막히게 찔렀던 모습도 있었고요. 아, 진짜 코르키가 잘큰 만큼 뒷보내는 게 말이 안 되긴 합니다. 네. 근데 이게 젠지가 이거 또 붙어있네요. 딜세요. 예. 그러니까 방금 전 전투가 KT가 얼마나 잘 되냐면 보시는 것처럼 페이지의 제리가 딜을 하지 못한 채 사라졌었는데 그 이후만으로도 좀 당했기 때문에 더 신중할 수밖에 없는 상황이 되고 있고요. 맞습니다. 또 이런 장점들이 들어오는 상대로 했을 때 자이로의 강점들이 발휘가 되는 거고요. 제리 점에 빠졌고 이야 톱도 밑도 있다리 기다리 시대 시간이 나의 도코로까라 하이트 그러나 이거 이네 내 보텀은 웨이브 크루시 40초 거의 타이밍을 맞춰 있는 상황. 이야 젠지 뭐 테키노 엔게이지 크라우게도 탑쪽 2차 포탄 날리고 있는 젠지 마크로 뭐 기레다시 계속 파견을 나가고 있는데 오세 모레드 게임즈에서 잭스가 없으면요 초비의 이 코르키디를 막아낼 챔피언이 없어 보이긴 합니다. 굉장히 아이러니한 거예요. 사이드는 돌려야 되는데 한타는 잭스 없으면 못 이기니까 네. 난이도가 진짜 어려운 거죠. 맞습니다. 그래서 젠지가 이런 식으로 먼저 계속 본인들이 뭉쳐다니면서 상대방을 불러들이는 판단이 있지만 고르도사 킬을 이셔나오네 뭉쳐있는 상황에서 서로 간에 꽝 붙는 장면을 했을 때는 우리의 상성이 조금 더 좋다라는 게 증명되고 있으니까요. 아, 퍼펙트 선수가 순간이동이 없는 상황에서는 더더욱 신중할 수밖에 없는 게이트가 될 것 같은데 타와사도 CS가 덤데모네거든요. 드래곤 모두 1분도 남지 않은 현재 상황에서 다시 한번 젠지가 드래곤 동지 주변의 영역을 구축하고 있습니다. 入ってくる セラフィン のウルト GA に使っちゃった これは噛み合わない おい ザイラ ブラスティングコーネ 逃げるの えぐいって ソビが때리면 갑니다 일단 퍼펙트를 뒤로 밀으며 미드 쪽 내가 포탑을 정리하고 있는 젠지 カサンテが 最強だ これ ジャックスもヨネもカサンテ殴るわけにはいかないじゃん、バックライン狙うから。でもアッシュってそんなタンクとかせるキャラじゃないからね。상대방이나오는걸보면서판단할수있었잖아요그장점을활용해주는전투가나왔네요
분명 시원한 이니시로 상황을 굉장히 좋게 만들어가고 있던 KT의 모습도 나왔었지만 시인의 가산테 마이카이 사이쿄 딜러진들의 방어의 팀이 잘 갖춰지고 있는 젠지거든요. 정말 어려워집니다 갈수록. 지금 사실 방에 섞였는 성인은 야 이거 하나하나 또 굉장히 좀 소중한 타이밍의 좀 KT인데 방해하지 못했고 다른 쪽이 앞으로 압박을 용돌하게 또 서젠지 트레포드 쓰갔대. 영호는 어쩔 수 없이 내줬다 치더라도 이거 더 이상 네. 안 되는 거 아닌가요? 사이드 관리도 해야 되기 때문에 지금 조금 약간 난관에 빠졌거든요 KT. 보통은 웨이브 밑도 웨이브가 그래 KT 미드 쪽에 미니언이 왔고요. 이게 세라핀이 전멸이 없는데 저 안쪽에 가산대가 사이쿄다. 그래도 해야 된다. 더 이상은 안 된다. 네. 이거 주면 끝나요. 그래서 막으러 왔거든요. 엔게이지요 내라이타이. 때리고 봅니다. 사이나무 쇼크부트 으세. 좀 같이 때려주긴 했는데. 근데 시간이 오래 지나면 지날수록 미드와 바텀에서는 고래 젠지와 나니모 연락되이요. 사과를 닦게 되이요 젠지와. 세라핀 노르토 하이테크 페이즈상. 페이즈가 뭔가 폭포 쓴다けど. 왜 what? 뭐 한 명의 캐리 초비가 있으나 문제 ないのか? ここで ジェンジは負けなければいい。攻める。これゲーム壊れてるからここで入る。チョビ予測してる。考えてるちゃんと視界ねえのに。反応しますチョビ。テプチ選手を刺激하고있는ジェンジ選手を1セット。ガビの左手ポイントでエースを뛰면서。え、待って、ペーズ調子良かったのに 1-0 から1-5 になったの。やっぱチョービーが結局チョービーにレートゲームキャリーをね入れとけばね保険になりますからね。プラス金の加算ってえぐいよ。トップ1回も見なくても勝手にうまくやってくれるし。なんてね、金ダメだな。